こよみよこよみ。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日のこよみ言うていこか。土曜、土をつかさどる独身いう神さんが支配する期間や、土を動かす、犯すことはしたか言うて言われとる期間やよ。天一天上の機関やね。方位をつかさどる神さんが天上に登っとる境に全方位が吉。代わりに降りてくる神さんは綺麗好きや境にお掃除しとったらええことあるとも言われとるよ。節分、まあ季節の節目いうことやね。昔は季節の別れ目には邪気が入りやすい言うて言われとってな。邪気払い行事、いろんなもん、いろんな地域で行われてきたんやよ。六曜は大安、大いに安し、万事安らかにことが運ぶ。今日の干支は日の戸鳥、日の戸が影の日、鳥が影の金やさかいに、本陽五行の流れは火は金属を溶かすいうことで、相克、物事が順調にいかへん言うけよ。まあざっくり暦の注釈言うていったけど、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとえひんなるとええね。ほなまたね。